ウィッシュともくしはゼルダで人生に彩りをイカ坊主です。ということで本日もゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムについてのまとめをしていくんですけれども、新情報大幅解禁。2023年2月の9日朝7時から任天堂ダイレクトが生配信されました。その最後で5月の12日に発売されるゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムについての新トレーラーが発表されました。今回発表されたトレーラーはセカンドトレーラーとして扱われていて、はっきり言って今までの比じゃないぐらいの新情報が盛り込まれていたので、今回も早速ブレワイガチ勢視点でまとめていこうと思います。それでは早速本編いってみよう。ということで今回は新情報を公式アナウンス、トレーラーに分けてまとめていこうと思います。量がかなり多いのでサクサクいきたいと思います。まず公式アナウンスとしてティアキンの予約が開始されました。予約ができるのは通常のソフトに加えてゲームカードを収納できるスチールブックやアートブック、ピンバッチセットなどの特典がついた限定版も存在します。ちなみにこの動画を作成している時点でパッケージの限定版は品切れになっておりますので、ダウンロード版や特典だけのバージョンが欲しい方は早めに予約した方が良いと思います。予約ページは概要欄に記載しておきます。またティアキン仕様のアミーボも5月12日に発売され、同様に予約ができるみたいですね。公式ツイッターではティアキンアミーボや既存のムジュラリンク、スカオゼルダちゃんなどをゲーム内で使用すればパラセールのスキンを変えることができるようになるみたいです。ブレワイで欲しかったアイディアの一つが実現されたようです。またツイッターでは複数のビジュアルイラストも公開されており、ゼルダが持っているスイッチ型シーカーストーンのようなものや新敵ボスボコブリンの情報などが記載されています。公式ツイッターもねしっかりフォローしておいて注目していきたいですね。ちなみに公式サイトではソフトの紹介ページが特設され、今まで天空海と勝手に呼んでいた場所は空島という風に表現されています。また公開されているスクリーンショットの中にはトレーラーに出てきていないものもあり、プロドラのような姿が確認できます。それでは待望のトレーラーから読み取れる新情報を確認していきましょう。今回はあまりにも新情報が多いので時系列順ではなく敵、装備、武器、乗り物、建物、施設に分けてまとめていこうと思います。なるべく主観を抜いて考察の余地を残しておきますので、これらが一体どうなっていくのか、そして何なのかの考察をコメント欄で書いていただけると今後の動画で採用させていただくかもしれません。それでは早速新敵から見ていきましょう。まずは2つの触覚を持ったドラゴンのような敵が出てきます。ボコブリンを運んだりヘッドショットで一発で倒されているので強敵という感じはせず、新しい雑魚敵のようです。赤色の独特な迷彩のような模様をしたボコブリンとリザルフォスが採掘をしています。ここはブレワイには出てこない地下のような場所なんですかね。ハイリア大橋の中央に3つの燃える頭を持つドラゴンが鎮座しています。明らかに中ボスか大ボス枠に見えますね。ここで魔物たちを滑る存在であろうと思われるキャラのボイスが挿入されています。今までのトレーラーには一切セリフがなかったので初めてストーリーを読み解くことができます。一回ね聞いてみましょう。いでよ我がしもべどもい、この地を支配するハイラル王国とそれに組みする者どもを一匹残らず根絶やしにするのだ。このセリフからおそらく今回のゲームのラスボス、もしくは悪の根源のような存在だと考えられます。安直にガノンドロフの声なんでしょうか。個人的な印象としてはこれまでのゼルダシリーズのガノンと比較してもだいぶ若く聞こえますね。まあ、なんか年齢的に言ったら薬剤の目視録に出てきたスッパぐらいの感じな気がするんですけれども、まあこれ以上いくとちょっと考察になりそうなんで戻っていきましょう。はい、次は爆発する謎の生き物です。最初は4足歩行なのか、まあ2足歩行なのか分かりませんが、ガーディアンの足のようなものがね多数生えていますね。ですがこう進んでいくと人間らしいシルエットになります。こいつはなんか薬剤の目視力のまだ人型だった頃のガノンにも見えますね。めちゃくちゃでかいマグロックでしょうか。目が超えてギガマグロックみたいになるのかな。以前のトレーラーにも出てきた角ボコブリンです。この角の返しはエイの尻尾を連想させますね。赤き月の時により怨念が飛来し魔物にぶつかることによって凶暴化するんでしょうか。前作では赤き月の時は宝箱や敵の復活のためのシステムの欠陥を保管するメタ敵要素でしたが、本作では重要な意味付けがなされていそうです。青ボコブリンや青森ブリンが初登場します。青になると角が二股になるみたいですね。よく見てみるとこれ地味にね時岡や風卓で出てきたリーレットのような敵が存在しています。口が縦に割れていて不気味さが際立っています。このシーンは明度を調整するとモルドナジークの大群であることがわかります。単体で進化する魔物もいれば、もともと単独行動していた魔物が群を成してより強くなるパターンもあるんですね。これは絶望的です。ツイッターでも情報が出ているボスボコブリンです。普通のボコブリンたちをまとめるリーダー役なのでしょうか。キロックスにリンクくんがひたすら追いかけられています。髪の毛が伸びておしゃれになり、意味深な緑に光る宝石をぶら下げていますね。頭にはゼルダ好きであれば思わずハンマーで叩きたくなる杭が刺さっています。弱点なんですかね。
中央ハイラルに象のような影があります。ただの置物かもしれませんが、もしかしたらライネルのような強敵枠なのかもしれませんね。空島に存在するゴーレムです。襲ってきているということは、この緑のエネルギーをまとった一族は少なくとも最初から味方ではないみたいですね。以上がトレーラーから読み取れる新しい敵の新情報でした。さて次は武器や装備について見ていきましょう。まず地下ボコが持っている鉱石を砕くような簡易ハンマーです。武器として使用できるかどうかはちょっと怪しいですが、以前のトレーラーで出てきた簡易石の斧をリンクくんが装備していたことから、まず素材集めて基本となる武器を作っていくのかもしれません。ちなみになんですが、途中でボコブリンも石の斧を持っています。追尾していく宝山団子がついた矢です。これはこういう種類の矢があるんかなって最初思ってたんですけれども、開始の1フレームだけはね普通の矢になってるんですよね。で撃った後も普通の矢に戻っていることから、この緑のねエネルギーの力を使って矢の特性を変化させることができるみたいです。同様に緑のエネルギーを使ってジャイロセンサーと連動してオブジェクトを動かしているみたいです。まあブレワイでもねこういう謎解きはたくさん出てきましたね。同様に緑エネルギーで後に出てくる車のタイヤのようなものを持ち上げています。前作のマグネキャッチの代わりになるみたいですね。爆弾を射出する大きなロッドのような武器です。付け根の文様が以前のトレーラーで出てきた緑の生き物の腰についている文様と同じであることから、こいつから授かる特別な武器なのかもしれませんね。怨念に侵された覚醒マスターソードです。以前ボロボロになったマスターソードが登場しましたが、壊れる直前のマスターソードなんでしょうか。ちなみにこの後ゼルダを助けるためにマスは捨てられます。ピエン。新しい武器要素はこんなもんでしょうかね。続いて乗り物についてです。今回のトレーラーでは車、気球、ホバーのようなものが登場します。構造はどれも簡易的で、緑のガムのような素材で各パーツがくっつけられています。ハンドルがついているのも共通していますね。このことから物語を進めて接着剤、ハンドル、タイヤやファンなどの素材を集めて好きな時に好きな乗り物を作成できるクラフト要素があるのかもしれませんね。それでは施設や建物について見ていきましょう。冒頭ではスポットライトに照らされた塔のようなものが2つあります。形がいびつで、なんとなく風たくの魔獣刀を連想してしまいますね。この遠くから見た姿はスカオの終焉のものの剣にも似てるようにも見えます。昼間でも結構光ってるっぽいですね。塔のようなものは別の場面でも出てきますが、同じものなんでしょうか。敵の拠点にも見えますね。以前のトレーラーでもあった壁画が至る所にあります。この壁画はルッタに似てるんじゃないかっていう意見もありましたね。地下世界の生命が宿っていそうな木があります。単なるオブジェクトなんでしょうか。以前のトレーラーの黄色のエネルギーと関連があるような気もします。宛名村の研究所は望遠鏡がなくなっています。時系列が過去なのか、はたまた撤去したのか、どちらなのでしょうか。緑の渦巻きも気になりますね。シーカー族の技術で床からガーディアンの手が伸びています。施設は和風で、壁の札からシーカー族による施設であることがわかります。かかりこ村は何でしょうかね。草原が風でなびく表現がとっても綺麗です。前作よりも背景描写性能が上がっていそうですね。これはドイブラン遺跡でしょうか。暗闇がないのが気になります。空島には様々な島があります。縦に何層にもなっている島や立方体や球体の不気味な島、とっても細い柱が見受けられます。その他の新要素として、縦サーフィンでレールを滑るシーンがあります。スピーディーなジェットコースター要素を楽しめそうですね。ちなみにトロッコは角張ったデザインに変更され、前作のフライングマシンの対策をしているのかもしれません。途中で出てくる女性は以前のトレーラーの壁画の女性なんでしょうか。はたまたゼルダ姫。どちらにせよ空島のフォーマルな衣装を装っているようです。誰なのか気になりますね。ということで、以上が本日の忍耐で判明した Tears of the Kingdom の新情報まとめでした。どれも考察の余地があり、ストーリーを考えるのがとっても楽しみです。まだまだ考察やまとめ、ブレワイのやり込み攻略動画で皆様を楽しませていきますので、ここまで見てくださった方はチャンネル登録、高評価ボタン、ポチッよろしくお願いします。スーパーサンクスもいただけるとモチベーション爆上がりオブザピーボーですので、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあの